お疲れい。お疲れ様です。お疲れい。お疲れ様です。今回これハケですか。1万円ぐらいしょ。1万1000円かな、はい。大塚ハケの、はい、特選丸線っていうのかなこれ。上塗り用大塚特選伝統手塗り品新品ではもちろん。今、はい、今これ撮ったからね。はい。寺岸。はい。前だいい動画作ったやつ。あ、そうです。休日動画な。ちょっとプレゼントしてあげようと思って。はい。1万円ですね。だいたい相場ってどれぐらいでしたっけ。いや、この500円とか1000円のやつもあるでしょ。1000円でもあんまいい方じゃない。これは1万円。やっぱり、俺はまあ塗装の職人じゃないもんで分からんけど、はい、川合君とか、ね、元ボスとかに聞くと、はい、やっぱ全然違いますよって言ったら。だからこれちょっとあいつの寺岸に、はい、使い続けてもらおうかなと思ってな。はあ、はい、プレゼントするもんで、2回、3回、まあ、今から現場行くんだろう。行きます。クリスマスプレゼント楽しみってたら、ちょっと早いけど。で、これちょっと私に行って、はい、まあ、使ってもらって、はい、でこれまた本当にさ、やっぱ視聴者、塗装の職人さんって一番興味あるのは、これがじゃあどういう風に変化してくるかと思うんだよな、多分。でこれをまああいつに使い続けてもらおうと思って、それはまあちょっと動画で追いかけようと思ってます。はい、うん、ぜひまたここからじゃあ寺岸に立っちゃうな。まあ、その前にちょっと求人の話だけしようと。求人道場で今やってますんで、はい、ちょうど塗装の職人さんもね、求人出せるし、まあ全職種、建設業は全職種出せるんで、はい、建設会社さんと、まあ、だって一人親方も出せるからね、はい、求職者のマッチングで、もう一つ外壁塗装のマッチングってやってるんですよ。でこれ何っていうと、一般の人と職人さんをつなぐで、一人二人のところでもう足場とかだけ外注に頼んで自分で見積もりやって塗れますってやりますってなったら登録もちろんできるし、はい、でお客様が選べるように、今までのマッチングでどっちかちょっとちょっと大きいところしか登録できんようなところもあったけど、はい、価格帯もただ安いだけじゃなくて、一人親方で足場全部外注振りますよって、逆にそっちの方が高つく場合もあるしね、足場とか全部自分とかできないから、はい、でそういうマッチングサイトを作りたいなと思って、もちろんこれも今無料で扱えるんで、マッチングサイト自体は今制作中、はい、登録だけ今50社だけ無料かな、見てみられたら分かるわ。外壁塗装マッチング塗り替え道場からが出てくるから、まあ、URL も貼っとんだろ。貼ってます、うん、ぜひそっちの方も登録してもらうと、まあ、でそこらもうさすがにこれは有料化していこうかなと思ってるんで、はい、でまあ求人の方ももちろん契約者揃って、まあ、アップデートかかった時点でやっぱサービスが向上して本当に喜んでもらえるものをね、求人出したここで求人取れた、採用できたっていうだったらお金取っても損じゃないじゃん、はい、普通10万20万30万かけて人取れないんで、ね、そちらの方もご利用お願いします。お願いします。クリスマスプレゼント欲しいんで、はい、よろしく。俺が使えんの、俺が使いたいけど、一番のするやつ、ちょっとスーパーおしゃれな、こう言って引いたら寺木さんみたいな。ああ、そうです。おっす。おはようございます。おはようございます。寺木さん、一昨日僕この現場来たじゃないですか。あ、そう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 。で、YouTube 撮って、おいしい。で、最後になんかプレゼントがありますみたいな、覚えてます。ああ、言っとったな。はい、そうそうそう。夜寝てねえって言ったね。あの小林社長から直々のプレゼント。なんだプレゼントか。はい。ないがや、何も持ってねえがや。持ってます。持っとる。はい。こういうものか。お、なんだ、超高級ハケです。マジに。はい。超高級ハケ。はい、確か9300円ぐらいでした。嘘つけ。マジです、マジです。マジに。はい、なんかそういう高級マルティ。マジに。これプレゼント。はい、マジっとる。ガチです、ガチです。ガチ。そんな高いのこれ。はい。嘘。わ、本当毛質がやっぱ違うな。あ、違うんですか。うん、本当は和塗り用って書いてあるな。そうです、和塗り用です。なんでこの前ちょっと渡せなかったんですけど。渡せもな、下塗りだ。マジか。はい、社長ありがとうございます。1万円か。誰。1万円ですね。1万円のハケゲットだぜ。何が違うんですか、その。いや、俺も使ったことない、この1万円のハケなんて。ないですか。ない。せいぜい3000ぐらいだね、俺。高いやつで。3000でも高い方ですもんね。だいたいみんな1000円以下のやつ使ってると思うよ。あ、ですよね。なんかそうやって聞きます。で、それまあやっぱ塗り心地はまあもちろんなんですけど、だろうね。まあどんくらい持つのか。あ、持ちか。知りたくて。ああ、そのまま1ヶ月間ぐらいまず使ってもらって、また1ヶ月後に。また1ヶ月後、まあ、もう作っちゃったらまた買ってくれるってことか。はい、だな。はい、だな。はい、だな。そういうふうに交渉しとけ。わかりました。ちょっと杉本に言うように言ってきます。めちゃくちゃだなお前。そうか、これいいな、良さそうだな。使ってみよう。なんかよ、使いづめえな。もったいなくてよ。
特製ですもんね。だからもうこれ手作りだろ、伝統手作り品って書いてあるって。はい、放置して固まっちゃったら怒られるだろうな。怒られますね。それちなみに毛は黒毛。ああ、なんかあれですもんね、他のやつ白、白お互い白でしょ。はい、な何の毛なんですかそれ。これ大体動物の毛なんだ、白いやつは。はいはいはい、何の動物かわからんけど。黒いってことはなんだろうな、タヌキかな。良さそうだなこれ。なんかもったいなくて使えねえや。使ってください、使ってください。うん、毛が抜ける。毛が抜ける。タッチした感じはやっぱ全然違うんですか。タッチした感じ、もう柔らけえな。あ、柔らかいんですか。毛が柔らけえ。毛質がいいや。柔らかい方がいいんですよね。うん、へえ。これ簡単テープ巻けんな、これ。テープ巻くんですか。いつも巻くんだけど。はい。このタイプは巻けんな。何のために巻くんですか。汚れ、防止のために巻くんだけど。あ、そんなぐるぐるにしたんですか。うん、ぐるぐるにした。汚したくねえよ、俺は。おぉ泥緊張すぎて。ん、一番でも毛抜けるぞ。どうですか。あ、塗ったか、安いハケとやっぱ違うな。あ、違います。違う。どう違うんですか。柔らかいんだけどちょっと硬いっていう。どういうことですか。どういうことだ。わかんないですか。え、なんか外はサクッと中はふんわり的な感じ。おお、そんな感じだな。塗りやすいわ。あ、そうなんですか。塗りやすいわ。最初のタッチは柔らかいけどってことですか。そうそうそう、あの塗った当初はこれ柔らかいんだよね。感覚が同じじゃないね、塗り始めから最後まで。どう変わる。普通のハケみたいだけど、はい、若干違うね。腰が違う。腰が違う。ハケの腰が違う。全然違いますか。違う。塗ると分かる。使うと分かるわ。腰がしっかりしたさ。安いやつだとプニャーって曲がるもんさ。はい。これはいいぜ。マジですか。結構持ちそうな感じはするんですか。うんうん。あ、持つんじゃないこれ。あ、マジですか。そう簡単にすり減らんわ。毛はやっぱ抜けるぞ。あ、結構抜けますか。うん、抜ける。なるほど、これ実践なんだ。え、結構気に入りましたじゃん。結構気に入りましたね。いいな、これ。お疲れっす。お疲れっす。どうでした、やっぱ1万円のハケって。1万円結局、はい。あ、やっぱり塗ると分かるね。見た感じじゃ分からんけど、はい、どう違うんだろう。全然違います、やっぱり。うん、やっぱ違う。へ、塗らんと分からん。あ、塗らないと分かんないです。分からん。どんな腰になってるのか、はいはい、つけて塗った時どういう風になるかな、分かるね、やっぱ。ああ、やっぱそうなんですか。パッと見ちゃ分からんわ。本当にこれ1万円もするんかよ。って言ってましたけど、やっぱ塗ると1万円だなって感じですか。なんとなく安いハケじゃないなっていうのは。そのなんていうんですか、そのタッチした時は柔らかいってことですか、さっきの。あの、腰が強いわ。ここが崩れてくるんだ、安いと。はい。クタクタになるもんね。はい。何の毛使ってるかわからんけど、多分社長の髪の毛です。社長の髪の毛、本当になくなったんか。あ、そうです。あ、残念だ。多分また生えてきたじゃないですか。ああ、なんでまた新たにまた作ってもらうか。それ誰が言うんだ。それは杉本です。あいつ飛ばへんか。あ、飛びますよ多分。飛ぶだろう。はい、多分もうそろ借金40万ぐらいして飛んで。違うやつだろ。それ違うやつだろ。いいじゃん、あいつ使えるな。あいつ使います。あいつに欲しい道具あったら。欲しい道具あったら頼めばいいんか。はい。怒られるかよ、これカチカチにしちゃったもん。向こう買ってくれなんて言ったら。あ、杉本が代弁してんで大丈夫です。あいつが一発殴られる代わりに寺木さんは新品の高いハケが手に入ります。そのうち飛ぶかよ。飛ぶとまずいな。飛ぶとまずいです。飛ぶとは次のターゲットだな。そうすると僕なんで大丈夫です。まあここはまあほとんどローラーでやるところだけどな。あ、あんまりハケの出番ないでな。やっぱ屋根。屋根だね。これ次じゃ使えたね。次屋根あるんだけど。あ、そうですか。うん。どっかの倉庫の屋根。あ、そうなんですか。うん、倉庫の屋根があるね。はい。それが最後の仕事だね。あ、そうなんですね。そこで登場します。そこで登場しようかな、これ。それまた、じゃあ、まあ、使ってもらって、1ヶ月後ぐらいにまたどんな感じか見て。あ、1ヶ月ぐらい使ってか。はい。で、まあ、1ヶ月じゃ多分下手なんぞ。あ、やっぱす。へぇ。まあでも、結果、大満足ということで。もう満足だろ、これは。
ただでもらえるの1万円で買えよなんて言ったらもう絶対安く買うわけねえだろちゃんとした研修は次だな。そうですね、これは楽しみにしただけだね。はい、あ、そう、や安いやつだとどんくらいでダメになるんですか。1ヶ月後ぐらいにはもう毎日使っとるとなてるともう パツパツって感じですか。毛がなくなってくる、こうやってこするでしょ、はいはいはい、多分減ってくるんだって。毛が短くなってくる。あ、短くなってくるんですか。短くなってくる。これ一緒のハケなんだけどよ、これ毛がなくなってっとるやろ。はい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 、へぇ、使っとるとね、使っとると減ってくんだ。そうなんですか、うん、あれもう短くなったか分かるようにもう一本。あ、そうそうそう、もう短くなっても分かるようにもう一本そこなんだ。そういうことですね。で1ヶ月ごとに新しいのがあると一番分かりやすいです、ね、分かる。これともう一個持ってこいっていう分かりました。それは杉本に言ってください。それ杉本言ってくれいや、あいつ殴られてもいいもんね。なんとか白状っすね。なんかもう矢に入っちゃうんで。あ、そうなんですね、だけど下塗りなんだな、まあ、2、3日ぐらい後だな。あ、そうなんですね、3日ぐらい後だ。じゃあまた3日後、はい、動画で会おうか。動画撮るときにバイチャー。チャンネル登録お願いします。